池袋が振る舞われてた。地味な年末を過ごし、地味の極み、高速バスで年越し、ああ、年越しの様子撮りましたので、見てくださいね。もちろん地味忘年会も、いろいろとあります。はい、話戻って、高速バスで年を越し、東京に着いたのは、池袋、他に泊まるのは、ディズニーランド、やっちゃいましたよ。せっかく、二人分け払って乗っても、最初からリクライニング、倒れてるプランのバスの前の席カップルって、まあ稀に見るまともなカップルでしたが、派手で、まあ、あと話それてる、池袋のサンシャイン、バスターミナルに着きました。長い影に感動室、着いたのが東池袋中央公園。あれ、様子がおかしい。火がくるまれてる。大阪寒かったけど、東京も寒い、と思ったら、ヘイトにくるまれてる。私の過ごした西成愛林地区にある三角公園や四角公園だと、無許可です。でもここ東池袋の公園では、区も関わったプロジェクト、豊島アンデつなぐ街アート2022だそうです。もう2023ですが、豊島区政施行90周年記念事業の一環だそうです。かわいいですね。大阪での残り物は友達に分けましたが、いただき物はあげれない。持ち帰り、自宅まで持ち帰って、ただ飲むのではなく、みんなと出会ったのも公園、いただいたのも公園、公園で飲むことにしました。エモいことするなぁと、我ながら思いましたが、公園にいると、ほんとほんと、だん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 、エモくエモくなりました。でも駅に着いたら、池袋も、くるまれてて、びっくり。